はい、こんにちは。シンガーソングライターの飯田雅樹です。今日は音楽を作ってみようっていうお話になります。最後までよろしくお願いします。音楽を作ってみようっていうと、なんかこう楽器がなきゃダメとか、作曲知識がなきゃダメとか、そういうふうに思ってる人もいると思うんですけど、音楽っていうのはね、誰でも簡単に本当は作れるものなんだよね。例えばこうやって手叩いてリズムを刻みます。で、これに対してララーウララーララーウララーっていう、これだけでも音楽は音楽なんだよね。からもちろんね、楽器を例えばこうギターをさ持って、こういう風になんかさ、こうやって弾いてさ、ララ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 ってやるのも音楽を作るってことだけど、さっきみたいにこう手叩くだけに歌ってみる、適当に歌っただけだけどさ、ああやってやるのも立派な音楽なんですよ。からね、なんか楽器が弾けないしとか、音楽理論がわからないしっていう人でも、まずはその自分のさ周りにあるものなんか、何かをこうやって叩いてもいいし、手でやったっていいし、何でもね、まずこうリズムを作ってほしいんだよね。で、そこに今僕がやったみたいに適当にただなんか鼻歌歌うみたいな感じでいいんだけど、それがね、音楽を作るっていうことの、まあなんか根本的な、ね、作り方だと思うんだよね。で、要はさっきのギターじゃんじゃん弾いてたのがこれに変わっただけっていうことなんだよ。からね、そんなに難しく考えないでいいから、あ、なんだ、手叩いてこの自分の好きなテンポで叩いてとか、好きなとか好きなリズムパターンで叩いて、ああ鼻歌歌ったらそれで一応音楽を作ったことになるのかっていうのが分かってもらえたと思うんだよね。で、そもそも音楽っていうのは何なのかっていうのをね、私このウィキペディアさんで調べました。まあこの音楽って、まあ、音による芸術とか、音による時間の表現といったものまで、この音楽の定義というものは様々あるらしい。西洋音楽ではリズム、メロディ、ハーモニーを持つものが音楽とされると。で、そしてこのような特性を持つ音を様々な方法で発したり聞いたり想像したり楽しむ行為のことも指しますと。広くは人間が楽しめたり意味を感じたりすることのできる音全体のことを指す場合もある。で、まあさっきので言うとさ、リズム、メロディーがあって、ハーモニーはさ、一人じゃ無理でしょ。要はこの音に対してこの音が乗っかってみたいなことだから、ハーモニーはさっきのはなかったけど、だハーモニーをつけたいってなったらね、なんか楽器を弾くとか、まあ、誰か他の人に一緒に歌ってもらうとか、そういうことになるんだよね。でもね、さっきやったみたいにリズムとメロディーだけでも音楽にはなるからね、そこにこうその伴奏を加えるとかね、他のね、人の声を足すとかさ、いろいろやってって、装飾をしてって、で、曲っていう作品になるって感じです。で、音楽には以下3つの要件がある。1、材料に音を用いる。まあそりゃそうだよな。2、音の特性を利用して組み合わせる。これなんか結構深い気がするんですよね。だからこうさ、叩いた音が柔らかいものなのか、ちょっと硬い音なのかとか、音の特性をね、うまく組み合わせるってことだよね。で、3、時間の流れの中で材料各音を組み合わせる。これは、その時間がこう流れていく中で音を組み合わせてね、曲を作っていくってことだよね。作曲とは作曲者の心に感じたことを音によって表現することである。これこういう風に言われるとすごい急にさ、芸術家的な感じがするよね。で、さっきやったみたいにさ、本当に簡単に誰でも音楽を作り出すことはできるんですよ。で、もうその音楽のさ、起源にこう持っていったらさ、そんなの楽器なんて当然ないわけだし、まあ人間の体からやっぱ生み出される音で作られたものなわけでしょ。からそこに一回こう戻ってみて、なんか別に楽器がなくても音楽っていうのは作れるんだってことをあなたには知っておいてほしいなと思います。どうしてもその楽器が弾けないやとかね、持ってないやとか、そういうなんか私なんかできんのかなとか、俺なんかできんのかなみたいな難しいイメージを持ってる人が多いと思うんだけど、これまずこれだけだと誰でもできるし、さっきみたいに本当に適当でいいんだよ。めちゃめちゃいい曲とか最初は思わなくていいから、なんとなくこう叩きながらこれに合わせて、みたいな感じで作るだけ。これだけでも十分これ音楽を作ってる、作曲してることになるので、まだね、音楽理論がわからないよとか、楽器なんか弾けねえよっていう人でも、まずはここからチャレンジしてみてください。で、必ずこれ作ったら
録音してね、録音しとかないと絶対忘れるからすぐ録音して、もできたと思ったらすぐにこう録音してね、今スマホで簡単に撮れるからさ、撮って僕もいっぱいそういう、なんだろう、もう思いついた時にパッて撮ったものそのスマホの中にいっぱい入ってますから、あなたも思いついたら必ず録音する、これ徹底してね。でその撮りためたやつっていうのはいつか自分がさ、ちゃんとさ、なんかこうピアノとかギターでも何でもいいけど、そういうさ楽器が弾けるようになったりとか、誰か一緒にやってくれる人が現れた時に必ず役に立つから、その撮りためたやつはもう大事に大事にしてください。ということで今回は音楽の作り方とはというお話でした。最後まで聞いてくれてありがとうございました。まあ今回の動画で僕が何を言いたかったのか、何をあなたに伝えたかったのかっていうと、難しいことは考えないでいいから、音楽っていうものね、もっとなんか気楽に気軽に作ってほしいなっていうことなんだよね。でその音の芸術っていうのをさっきさ書いてあったの紹介しましたけど、でもまあそうだよ、確かに芸術なんだけど、まず最初はそのさ原始的なことから始めたっていいじゃんって、すごいなんかね気楽な気分で始めてもいいじゃんって僕は思うんですよ。でそれをどんどん自分で磨き上げていって芸術にするっていうのが曲の一つの作り方だと思うので、今すぐにでも始められる方法だからね、ぜひやってほしいなと思います。それではシンガーソングライターの稲葉崎でした。また会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね、バイバー。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？結論から言うと作れます。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画講義の中にこうギューッと凝縮して、無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、まあ、シンガーソングライターに憧れてるんだけど、どうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと抑えるのっていう人とか、ギター、まあ、少しは弾けるけどちょっと表現力に自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、あとはもっと気軽にね、自分の曲を作ってみたいんだけど私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはね、ぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけどお金は10万円かからないです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうのをこうピッて押してもらうとふーって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、あの三角のマークみたいなのがあると思うので、それピッて押すとやっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるので、ぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田将暉でした。いや、動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。